何？了解。ではサンプルの回収を願います。お前、喋れたのかよ。おい、返事くらいしろ。なんだ、一体。諦めろ、生原竹也。地球は我々ディアーズのものだ。そして竹也、レンの奴隷だ。見た。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。なし崩し的に止めちまったけど、いいか、今日こそ出てってもらうからな。言うならか、出てけっつってんの。てめえそんなことで俺を洗脳しよったってな。俺は絶対にだな。やあ、おはよう。おはよう。さあ、今日学校頑張っとく。行っちゃうかーっつって。ほーら、ねねこ、早く。小さかったかしら。はあ、毎朝これじゃ目が持たねえぜ。あいつ絶対疑ってるよな。さてと、返却でーす。うん、悪い、新作ねえんだ。バイト行けなくてさ。いや、これはサービスよ。昨日の売れ残りだし。やれー、おいひこくん、君こそ親友だよ。なんの、時に天海由衣の食い込んで大阪入った。新作だからずっと貸し出し中でさ、まあ、近いうちにな。了解、そんじゃよろしゅうに。いやー、今日も一食分浮いちゃったね。ラッキーラッキー。ふぅ、食った食った。相変わらずわびしい昼食だな。ほっとけ。たまには自炊でもしたらどうだ。今はそれどころじゃねえんだよ。何がそれどころじゃないというのだ。いや別にディアーズだよな。おお、ディアーズラブコクラブもう更新されてんじゃん。やっぱ可愛いよな。最高っす。それで全員なのか。あれ、まあ珍しいね。ディアーズ嫌いの竹谷君が方針変更なんじゃねえよ。なあ、それに全員分乗ってんのかよ。さあ、でも大体は紹介されてるとは。
何してんだ。おい、タケヤ。ビシッと言うぞ、ビシッと。あんな大ぐらい、いつまでもいられたらマジで食い潰されちまう。おぉ、ぐらい。やっぱりな。しょうがねえな。ほら、メロンパンだぞ、レン。ったくもう、しっかりしろよ。どわ、こら、ちゃんと立てよ。おい、竹谷、昨夜の残り物だ。どういうことなんだこれは。だからさっきから誤解だっつってんだろ。ハンガーの女子を押し倒している状況のどこが誤解だ。今忙しいんだ、後にしろ。しかも何なのだその首輪は。趣味のことをとやかく言いたくはないが、それはちょっと人として。どういう誤解だこれは。そんなんじゃなくて。な、何。そうね、このサワラ。サワラね、でもピチピチよ。さあ、笑って一匹買ってきなってるもんで。まあ、いただこうかしら。なるほどな。なぜタケヤが急にディアーズに対して興味を持ったのか、ガテンが言った。警察に突き出すってのも気が引けるし、ディアーズ本部に連絡するっつっても、こいつ、ネットのサイトに出てねえんだよ。俺がディアーズか。実物は初めて見るぞ。って聞けよ。うん、この服は物質を素粒子レベルでコントロールして、いや、懐かしの空中元素固定装置かも。またオタクくせえこと、うん、いい父だ。私はネネコで、君の名は。そいつさ、言葉が通じねえんだよ。俺はレンって呼んでるけど。ではレン、年はいくつだ。家族構成は。だから言葉がいつまでやってんだよ、ネネコ。それと、本当にこいつにやましいことはされてないか。何もしてねえっつーの。アビラツ、オビチ、喋ったぞ。あ、タケヤ、アダマス二次書。あ、レン、アディエロ。オナマス、二次書が言えろ。全然わかんないし、うっさいし。ずっとこの調子でさ。優しい国語？何でも取っておくものだの。小学校の時の教材だ。こんなもんで教える気かよ。ディアーズの最もズバ抜けた能力は言語習得能力らしいからな。ふーん。タケヤと違って知能が高いから、すぐ喋れるようになるぞ。へえへえ、せいぜい頑張ってくださいまし。根気よくしっかり教えてやれよ。ま、俺が？あいにく私も忙しい身でな。こいつ、このまま居座らす気かよ。この状態で放り出すわけにもいくまいて。しばらくはお前が面倒を見てやれ。冗談、もうこの宇宙人と二人っきりなんて。なんだよ。この様子なら安心だ。え、何が。いや、別に。ではな。これが、あ。あ。これが、い。い。でもってこれが、あ、あー、やめやめ。自分の勉強だってやばいっつうのに、やったらあれか。あ、うん、結構いけるじゃん。あ、お前も食ってみるか。どうだ。うまいか。そりゃよかった。つーか、お前何でもうまいんじゃ。ああ、こら、そんなに詰め込むと。慌てて詰め込むからだろ。ほら。結局、こいつらも俺たちと同じ人間。
あ、いかんいかん、俺は騙されんぞ。特にそのデコ三角には気を許さん。だよ、休みだっつうのに。今日も学校に行くのか？なんで土曜に学校なんか。お？おはよう、ご主人様。ねねこのやつ、一人でサクサク話し進めといて。おお、一晩で言葉をマスターしたのか。ねねこ、このご飯は美味だ。レンは大層満足しておるぞ。おお、喋っとる喋っとる。言葉遣いがなんか微妙だけどな。買い物に行くぞ。あ、なんで？いつまでも竹谷のボロを着せておくわけにもいくまい。一時に時に式の前、ディアーズだとわからぬよ、目立たぬ格好でな。え、ちょ、おい、食器は洗ってテーブルと一緒に返しに来いよ。はぁ、あ、たく、なんだって俺が。タケヤ、今のはため息という呼吸法だな。ため息とは心配事などがあるときに無意識的について出るものだと本にあった。タケヤが何を心配して。あー、もううっせぇ。まったく恐ろしく目立っておるの。おっせえよ。しかし、なんだそのトンチキな格好は。トンチキとはなんだ。トンチキとはな。いいから、ちゃっちゃと行くぞ、ほら。まずは服からだな。レンはスタイルがいいから、きっと何でも似合うぞ。たく、なんで俺まで。当然だろう。今のところ、お前はレンの保護者のようなものだ。な、ちげえ。違う、保護者ではない。竹谷は蓮のご主人様なのだ。なあ、竹谷、早速何を教え込んで。ねえ、女も無垢な蓮にそんな呼ばせ方をして喜んでおるとはの。だから、ま、蓮が賢いとはいえ覚えたてだからの。誤った言葉の解釈もあるだろうって。そうそう、それそれなんだよ。ということにしておいてやろう。あのな、落ち着きすぎかな。服が落ち着くのか。もう少し華やかな方がいいな。せっかくの胸だし。エプロンドレスは狙いすぎかな。おい、俺向こうで待ってるからさ。そんなこと合わせるとな。ち、しかっとかよ。我が校にディアーズをお迎えできるとは光栄の至りです。僕たちディアーズと地球の皆さんの触れ合いがホームステイの主な目的ですから。我が国でもディアーズ受け入れにあたり、一部の根強い反対派による抗議やデモが相次ぎました。そりゃそうだろう。これを受けて宇宙人なんて何するか分かんねえもんがよ。今後についての協議が行われています。タケヤ、言えたと思ったらこんなところで遊んでおって。だから言ったじゃねえかよ、ちゃんと。やっぱりこっちの色かな。どう思う、タケヤ。別にこのもん着れりゃ何でもいいだろ。どうもこの首輪がの。ま、これはこれでよしとしよう。次行くぞ、次。え、こっち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 、あっち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 、そっちそっちそっち。おい、まだ買うのかよ。あと一箇所だ。大体お前よくそんなに金があるよな。安心しろ、これだ。竹谷の母君からの家賃と生活費を預かっておったのだ。お前が困った時使ってやってくれとな。じゃあそれ俺の金じゃねえか。返
です。実際今困っておるであろうが。アホか、困ってるってのはそういう意味じゃねえだろ。息子思いのいい母親ではないか。なぜ一緒に暮らしてやらん。そんなことお前に関係ねえだろ。子猫ちゃんにはこんなのが似合うかな、それとも何もない方がいいかな。夜明けのマイコーヒー風呂でも一緒する。なんでこんなとこへ。ここに来なくては始まらんだろうが。レンは今まで下着をつけていなかったからな。そうだった。あの時も何もつけてない。微量だが感知した。揃えてみたぞ。もういい加減限界だぞ、マジで。まだかよ。これで最後だ、あとちょっと付き合え。早くしろよ、まったく。ああもういい、俺先に帰っ。お待たせ。おせえよ。ちょっと聞いたことかしら。 あら誰かと思えば生原くんじゃないの。三塚先生。ははさては先生のランジェリックな死体を激写しに来たのね。いいわよ、青いせいで先生を狙い撃ちして。なんでこんなとこに。ロケよ、ロケよ。うっせえな、今それどころじゃねえっつーの。ああ、いいわよ。ご主人様。変な酔い方すんなよ。つけてみた、これでいいか。これ見せなくてもよい。あれ、先生いたんですか。もう少しバリエーションがね。あら、生原くん、彼女連れだったの。いや、こいつはそんなんじゃ。つうか先生、ブラ、ずれてるっす、ずれてるっす。彼女とはなんだ、ご主人様。もう、ご主人様ですって、ご主人様ですって。あら、これはまずい。もう、先生許しませんよ。高校生にそうなプレイは早すぎます。先生、とりあえず落ち着こう。プレイ内容を詳細に話してもらった。彼女とは何だ。お前は出てくんな。でもいいからどっか行ってろ。どっかとはどこだ。だーっせーな、もうお前がいるとろくなことになんね。とにかく一回消えろ。生原くんとの恥ずかしがりやさ。マスカ、もう恥ずかしいなら体で消してもいいのよ。レッツビギンから。大丈夫よ、怖くないと。もう誤解なら誤解ってちゃんと言ってくれないと。死ぬほど言ってるし。でご主人様って未来の旦那様って意味なのね。旦那ってまさかそんな。おい竹谷、蓮はどうした。え、泉さん、どうしたこんな格好で。先生、たくん、手間かけやがって。竹谷、さっき下着姿の女が出ていくのを見たそうだ。なんだと。向こうの方に歩いていったらしい。竹谷、もういいや。あいつもう喋れんだしさ。ディアーズは国が保護してくれるんだろ。いいのか。まあ遅かれ早かれ追い出すつもりだったんだし。お前がそう言うのであれば私は何も言わん。俺明日朝からバイトだからさ、帰るけど。私はまだ用事があるので。そっか、じゃな。コンビニ寄って飯買って、やっといつも通りの。今日は何を負けてもらおうかしらね。いいからどっか行ってろ。キスなんてどうだい。あら、キスだけ。お前がいるとろくなことになんねえ。まいってねえ。だっ、あのバカ、クソ。
星、見てんのか？お前のふるさとの星、見えるのか？わからない。そっか。お前も帰るところが。もう。もう、どっかに行ってなくていいか？まさか、俺がそう言ったから。もう、タケヤのそばにいていいか？レン、あのな。あの雲だ。は？メロンパンに酷似しており、レンの食欲を刺激してやまない。あれで、ほら見てたんだ。ねえねえ子。その格好で帰る気か？ねねこさ。なんだ？お前ずっとレン探してたのか？買った服を無駄にしたくないからな。ご主人様の大切な金だ。ご主人様って言うな！タケヤはレンのご主人様だ。そしてレンはタケヤの奴隷だ。おお、なるほど。違う！俺はあんなことちっとも！違うわ。レンはタケヤの奴隷なのだ。これは言葉の勘違いじゃすまんの。知るか！いや、長いことお引き止めして申し訳ない。今後ともよろしくお願いいたしますわ。宇宙から来た親愛なる友人、ロマンですな。いえ、僕たちディアスはただの奴隷に過ぎませんから。やめてくださいませ。ただの独り言だ。あなたとは心底噛み合わない気がしますわ。次回ディアーズ玉、この玉と交換だ。